おはようございます。おはよう。寒かった寒い今日。おはよう。寒くてっていうかね、天気悪くて散歩行けなかった。おはよう。くしゃみくしゃみです。寒い、マジ本当に。いきなり夏終わったんだけど、昨日までさ寒くてっていうか暑くて半袖短パンで寝てたのね。朝起きたら寒すぎて凍えた。だから急遽トレーナー、今日は散歩してない。もうね、天気が悪かった。みんな朝から見に来てくれてありがとうございます。本当に前髪切りたいかもしれないな、本当に。っていうかね、聞いてほしい、そう、可愛いパジャマだったから、そのパジャマで配信しようと思ってたのね。ちょっと前に来たおしゃべり、ちょっと前におしゃべり会で来たいちごのやつ、それ着ようと思ってたのに悔しい。ちょっと待って、鼻水がねって感じで止まらない。前髪が長くてやだ。はあ、困っちゃったわ。おはようございます皆さん。テロップ書こうかな。くしゃみはくちゅんみたいな可愛いやつ、あ、可愛くないです。ハクシュンですね。うん、いつも同じテロップになっちゃってんだけど、いいかな。おはようございます皆様。今日は、今日の配信スケジュール
見ていただけましたかね。三期生 X 見た？ありがとう、見てくれて。そう、今日は、悩んだ末にこの6時半から7時半までと、12時半から13時半かなと17時半18時半の3本立てで行かせていただきたいと思います。なのでね、そう、夜が配信できない、夜中10時とかいつも配信してた時間が配信できないんだけど、その前に皆さんもね、来れる方がいらっしゃいましたら来ていただけると嬉しいなって思います。お、髪を下ろしてるのも可愛いですね。ありがとうございます、嬉しい。最後の望みを残して持って10分残すのもあり。いやー、多分望みはないから望みはないから10分も残さないで。ない、ね、おはよう。でも夜10分だけでもできたら違うのかな。どうですか皆さん。そう、絶対そうだよね。やちょっとだけでもやった方がいい。じゃあそこはちょっと要相談ってことで、数分、10分ぐらいちょっと相談してみましょうかね。ちょっとこの前髪のまま話すね。ちょっと聞いてみますね。朝か昼を縮めればいいんだよね。どうしようかな。毛量が多すぎる。おはよう。イハの羽ありがとうございます。あ、5分ずつ削る。あり。その方がなんかあれか、大幅に減った感じがしないのか。どっちの枠も。
もう量が多い。おはようございます、ありがとうございます。皆様すごい、朝からもう1550星1550星。寝癖も相まって多いです。いや本当にそう、髪の毛の毛量が本当に多くて、ついこの間切ったの、でもついこの間って言ってももう1ヶ月ぐらい経つのかな、割と最近切ったのに、もう全然全然毛量って感じ、ちょっとよくわかんない。だからさ、そう昨日ね、そういや夏希がいろんな髪型をやっててすごい可愛いなって思って、今もやろうかなって思ったけど、なんか毛量多すぎてさ、多分いい感じにならない。だからちょっとやめとく。おはようございます。でもなんかそう、なんかでもみんなに、なんていうの、朝限定のユハを見せようかなって思ったんだけど、ないんだよねそういうものが。メガネとかかけてればさ、メガネ配信でもよかったなって思ったけど、全然メガネもなくてすいません、視力がいいものでメガネないし、あと朝って言ったら何がある？こんにちは、ありがとうございます。そう、ないんです。パジャマ、あ、これじゃなくてモコモコとか着ればよかったのか、なるほど。散歩中継ね、そう散歩中継ねしたいぐらい本当に。だけどあのめちゃ多分散歩中継はできないので絶対に。めっちゃやりたい、もうそれが一番いいよね。カラスと戦うとか中継恥ずかしすぎる。でもそしたらみんながいるからカラスとも戦えるかもしれない。ちょっと待ってね、目に何かが入っている気がする。おはよう、おはよう、ありがとうございます、見に来てくださって、キラキラくれたら嬉しいです。おお、まつげが一本折れて、
目が痛い。目が痛いの原因が解明できなくて苦しい悔しい。目がこれか、あ、取れました。まつげが目の中にぶっ刺さっておりました。でもこれだけじゃないんだよね、絶対目痛いの。逆さまつげとかじゃないんだけど、普通にまつげが普通に生えてんのが逆向きに折れてピーになってた。そりゃ痛いわ痛くないわけがない。寝起きだよ今日は。寝起きって言っても6時くらいに起きたから、まあ寝起きっちゃ寝起きだけど、寝起きじゃないっちゃ寝起きじゃないだけど、髪の毛の具合は寝起きです。おはようございます。歩いてないの。そう、雨降っててやめた。くしゃみがまた出そうだ。ダメだ今日。くしゃみはしてないよ。鼻水、鼻噛んだ。なんかもうさ、鼻声みたいになっちゃってる。鼻がかゆい。うん。朝ごはんはね、いつも食べますよ。よいしょ。でもしっかり半袖短パンで寝て、短パンのままだけどあったかいのをかけてます。かわいいでしょ。目を覚ますためにライトつけようか。うわ、眩しい。うん。おはようございます。
なんだろう、朝だからこそ、朝だからできること、何？おはようございます。おはよう。といえばラジオ体操やっぱりラジオ体操だね。でもラジオ体操、今ユーハの配信環境でやるとなると腰だけラジオ体操になっちゃう。ここしか映んない。朝ごはん配信いいね。お腹空いてくるもんね。そうそうそう、全身映せない環境なの。上半身ストレッチ、ストレッチいいね。履いてますよ、ちゃんと。あの可愛いイチゴのズボン。ヨガ？ヨガ難易度高いヨガできないな。だって眉毛がかゆいです。描きます。何がいいかね。はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。そう、聞いてほしいんだけどね、あのつい3日前とかイベント始まる前まで2400フォロワーさんが2490、80とか90とかそのくらいだったと思うんだけど、音がしない？あ、大丈夫？そうなんだけど、知らない間に昨日見たら2500、そう今2534だって。2500に行ってて、知らない間に。でしかも2503とかじゃなくて2530まで行ってて、いつの間にそんな、いつの間にそんなに行ったんだろうと思って、すごいありがたいですね。嬉しい限りです。このままね、もっと増やして、もっともっともっとみたいな、もっとね、そう
いっぱいの人に見てもらえたらいいなって思いますね。見てもらうだけじゃなくてね、ちゃんと好きになってもらいたいですよね。あ、じゃあちょっとそのアンケート取ってみる？いつもなんて言うんだろう この3日間くらいで見始めた人、いつも見てる人の投票とかしてみたら結果出るのかな。やってみよう。じゃあ1番がいつも見てました、あの全然嘘はいらない、嘘はいらない、本当のことを教えてください。2番はこのイベント始まってからとか見始めたよっていう方、ピお願いします。おはよう、おはよう、グモーニング。ああ全然1ばっかりだね意外と。あ、にもいる。あ、でも本当にそうかも。これちゃんと正直な結果だ。きっと知らないけどね。あ、イベント中はなるべく投票機能つかない。そうだ、そうだよね。確かに。昨日からありがとう。じゃあなんかある程度は知れたので一回終了しますね。あーでも 8対2って感じ。でもすごいありがたい、本当に2割もそんな初めてって多いか、なんていうの、初めてじゃない、そうびっくり、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、こんなに朝から見に来てくださるなんて、みんなさ、本当にみんなね。嬉しいな。鼻水が止まらないよ。おはよう。25分までにするのかな。うん、そうしてみようかな。25分までにして、とりあえずここは5分短くして、で聞いてみてお昼で調整します。あ、もう夕方でも調整。
はよう。盛り上がり度が上がると一覧で上の方に行くらしい。なるほどね。この枠は6時25分までにします。なので、うそ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 う、6時25分間違った間違った、7時25分ですね。すいません、遡っておりました、時を。間違った、7時25分です、すいません。7時25分までやります。あー、びっくりびっくり。過ぎちゃってるどころか6時25分始めてないから、まだ。ちょっと髪の毛きれいにしようかな。あ、でも意外と25分しかないのか。あと、そりゃあびっくり。みんなは今日はお仕事ですか？お仕事だよね。雨なのにサンダルで出勤、あららら、それは災難ですね。お仕事お仕事、みんなお仕事。そうだよね、これから職場に向かう、気をつけてね。おはよう、今日は病院です。あら、お大事に頑張って。お、おやすみおめでとう。こんにちは、ありがとうございます。うわ、通勤電車中に見てくださってるの嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね。前髪がね、定まらない。朝から本当にありがとう、みんな元気出してこう。わ、こう見ると本当に毛量多い。同じ空見上げてこう。うん、いやもう今自分で元気出してこうって言って、それが頭に出てきた。今日はいっぱいゆはちゃん見れるよ、ありがとう、嬉しいです。今日はね、そうだね、ゆはの予定はニコ生さんにで、コンサートの生実況をするがあることです。
サイン入り生写真が発送されたみたいだって。おお、早かったんじゃない？意外とすごい、思ったより早かった。みんなの元に届きますように。ニコ生さんは8時からです。20時。今ならツインテールできるか。はじめまして、ありがとうございます。あれあれ、俺はまだ通知来ない。そんな、みんな個人差があるのか。なるほど。じゃあみんなに届くわけじゃない。すごく子供っぽくなったよ。あれ、まだまだなのか。じゃでもそのジャケットにもサイン何枚かしてるから、当たったら教えてね。やっぱりやめたぜやっぱやめた。こんにちは、ありがとうございます。やめちゃうの？やめちゃった。お腹空いてきたかも。みんな何食べた？これにします。でっかいリボン。間違った、つける位置。もう適当にまとめました。どうなってるかわかんないけど、後ろ。みんなコーヒーとヨーグルト、タンメン。あ、食べない派です。バナナ、豚肉の炒め物いいね。ご飯、味噌汁、納豆、超王道。ゆうはの朝ごはんは何にしようかな。今日はこの間送ったあれにしようかな。シーフード丼、海鮮丼じゃない。おはよう。すごい、朝から3659星。すごいね、嬉しい。
朝から海鮮丼海鮮丼じゃない、なんて言ったらいいかな。まあでも海鮮丼じゃ海鮮丼だけど、ね、もずくチャレンジはね、今もずくがお家になくてね、断念。お腹すいた、マジで。おはよう、おはようございます、ありがとうございます。食生活は渋いけど健康的そうだね。うん、きのこ、きのこ食べたい。あー、雨って気分上がらないな。どうしよう、今日雨で。みんな雨の日はどうやって乗り切りますか。待って、いやこれ公園で話したことあるか。おはようございます。10月5日の公演、東京から見に行きます。ありがとうございます。コールぜひ待ってます。外を眺めてます。雨は平気です。雨だって思う、わかる、雨だって思う。いはちゃんの顔を見てテンション上げてる、ありがとう。日帰り温泉いいね。いはさ、公園の時なんて言ったかな、雨なんて気にしないみたいな、あ、家にいるって言ったかな。なんか雨の日の過ごし方一回公園で話したけど覚えてない。スイスイのお団子も可愛い。スイスイは今日はお団子してるんですか。うん。お家の中だと雨音が好き。ああ、いいね。外を眺めてますって言ってたような。ああそうかも。なんかカーテンと窓の間に入ってる。ああ、 めっちゃ意味わかんないこと言ったね。カーテンと窓の間に入って雨見てる。あ、まさにぐるぐるカーテン、そう、そうね。ゆはもまた髪型チャレンジね、してみたいけどね。そう、ゆはなんで、なんでやらないのか自分でこの前判明して、多分ね
できた状態で例えばいきなりツインテールとかをしてきたらみんなどう思うんだろうって思って恥ずかしくてできないみたい自分に聞いてみたこの前大丈夫なったよ。ありがとうみんな。そうだよね、最初からアゲアゲもいいです。そうだよね、最初からアゲアゲもいいです。っていうか最初からアゲアゲの方が絶対にいいと思うんだよね。そう、でも最初からツインで配信する勇気が出ないの配信中にみんなが自己肯定感を上げてくれるからね、できるものなんですよね。お水は今なくて飲めない。うん、自己肯定感低く、なんかね、高い低いのどっちも持ってる。上げれば高いけど通常モードは低い。あともう数分しかないよね、多分。うん、あと5分しかないか。あっという間、1時間経った？本当に1時間経った？すごくあっという間だった。19分ありがとう、教えてくれて。いやー、あっという間だね。うん、本当にあっという間だ。1時間なんかさ、昨日とか一昨日とかも2時間に最近慣れちゃったから1時間がすごいあっという間に感じちゃう。おはよう、おはようございます。仕事の直前までゆはちゃん見れてやる気出る、よかった。あっという間ね。ゆはちゃんの声を聞きながらの出勤は心が癒されました。到着？よかった、無事に着いて。気をつけて頑張ってください、お仕事。
ありがとう、お仕事前に見に来てくれて。一旦じゃあ壇上を読みましょうかね。読んどこうかな。じゃあ13位寡黙なペンギンさん、ありがとうございます。12位太田ウェイさん、ありがとうございます。11位まえまえさん、ありがとうございます。10位ひろしファーストさん、ありがとうございます。9位やへいさん、ありがとうございます。8位イチョールさん、ありがとうございます。7位北村の定住水道橋博士さん、ありがとうございます。6位 N さん、ありがとうございます。5位エチゴパワーさん、ありがとうございます。4位ミヤさん、ありがとうございます。3位ギバさん、ありがとうございます。2位早風さん、ありがとうございます。1位魚のしっぽさん、ありがとうございます。おはよう、もうちょっとで終わっちゃうよ。お昼からも配信するし夕方も配信するので、ぜひ皆様見に来てくれたら嬉しいです。単純読んだけどあと3分くらいあるから、全然のんびりとちょっとゆったり、夜ちょっとだけでもできたらいいね。髪型アレンジ楽しみにしてます。待って、じゃあここで約束するね、髪型これするって。そしたら絶対する。あの一人で勝手に髪型を、そう一人で勝手になんかいきなりツインテールとかで登場するのがちょっと苦手なので、ここで約束していけばできるよ。でも何がいいかな。何がいいかな。ついじゃあお昼だし、ま、お昼やるとしたらお昼なんだけど、お昼やってみますか。あんまりあれだし、あー巻きたいけど夜お仕事だから巻けないかな。もう24分です。じゃあ髪型は何になるかを楽しみということで、ポニーかツインか何か分かんないけど、またお昼も遊びに来てください。朝からありがとうございました。すごい4000盛り上がりです。ありがとう。ぜひフォローしていってください。どっちかわからない。ありがとうございました。朝からみんなお仕事頑張って、お休み楽しんでね。ありがとう。12時半にまた会いましょう。バイバーイ。